監督はちょっとそれを伺おうと思ってたんだけど、統一教会どうなんですか？統一教会に関してはね、もうご案内のように、これ私どものね、時代、私が高校生に入った頃、統一教会が非常にすごい勢いで入ってきてね、特にね、有名女子高校があったんですよ。そこの高校生の女子高校生なんか巻き込んでるから、その女子高校生をね、目的にみんな男どももそこに群がって、それでその統一教会のね、開くね、会合なんかにしょっちゅう行ってたもんですよ。行ってたの？私も行きましたよ。行ったんですか？やっぱりいい思いできるんじゃないかと思うな。そういうですね。要するに今から50数年、60年近い前の話ですよ。福島県いわき市にもそういう統一教会の波が来てました。30年前かな。ね。その時代からずっと来て、まあやっぱり霊感商法だのツボだのということでね収まってきて、今日迎えてるんだけど、今一生懸命大騒ぎしてるんだけど、そういう統一教会がもし問題であればね。宗教法人格をね、奪うような法律でもやって、摘発したらいいだろうと、摘発もしないで、ただ、だめだ、だめだって言ってね、言ってても、これ、ちょっとおかしい話なんですよね。だから法に触れるんなら、法で取り締まれば、現代の法律で取り締まればいいんですけどね、だからそういうことを言わずに、まあ一方的にそうやってるのがもうちょっと僕は嫌だな。有田芳生なんかね、国会議員の時に何やったんだと。それ調べてみたらね、5回か6回ぐらいね、質問にしてんだけど、統一教会って言ってるだけで問題でもないからそこで追及するとかじゃないんで、統一教会的なもの的な話でね、別に問題をね追及したらなんか今時なんかね、我がの側でテレビに出演してるけど、そうなんですよ。そうなんです。だから僕は鈴木エイト氏はまあね、自分でコツコツやってああいうデータを集めてたんだから、まあ認めますよ。それはまあそれがどういう意味合いを持つのかはまた別ですけど、そういうことをやってたんだけど、他の連中やってないんだから。そうですね。だからね、あれはワイドショーが作ったね、日本を本当にねこう潰していくというかね、日本をダメにしていくというね、世界のね称賛の一角ですよ、この統一教会問題だって。こんなのいつまでも騒いでるな。それよりもね、国防問題どうしたんだと、物価の問題どうしたんだと、エネルギー問題どうしたんだと、少子化問題どうしたんだと、ボナンシ監督に一肌抜いてもらうじゃないかと、少子化問題はどうしてもね、特命でもやってもらうじゃないかぐらいの声が上がってもいいんだけど、そんなもの関係とにかくね、俺たちにとって何の関係もないような統一教会をあそこら辺は騒いでるんですよ。でこれ国会でまた来週あたりからやるでしょ。これ意味ないんだよね。なんでさ、もうそんなことは今編集中にやったら意味ないでしょと、これ以上。あとはね、ダメなら法律でね、ちゃんと訴えてくださいと。そうそう。であればいいんですよ。また盛りかけ化してきましたね。そう。消費者契約法もあるわけだから、それでその問題があれば訴えればいいんで、いつまでもねこんなことでね。そうです。いや他にね問題がないならいいけど、岸田攻撃に使ったってしょうがないんですよね。どうするんだって、この核戦争でも始まった 0.02% しかないシェルターの問題。そうそう。ね。シェルターで日本の方が全然ないですよ。0.02% ですよ。ないです。ね。スイスなんか 100% ですよ。ですよね。だから他の国も大体 40、50% あるんですよ。シェルター作ったら減税するとか、そういう法律でも作らない限り絶対増えないですよ。今の状態とか容積率とかなんだかんだ地下でも小池さんなんかもね、ピント外れまだね、なんか中国資本になんかすごい甘いね資料を吸おうと思ってるかもしれないけどね、ああいうなんていうか太陽光ソーラーパネルね、あんなのやるんだったらね、シェルターに金出した方がいいですよ。それは。奈良林先生が今シェルターやってるんですけど、作ってるんですけど、まあ家族がですね入って23日、まあ中に食料とか水とか入れておいてね、それがね大体5000万なんだよ。ね、これ一人じゃやっぱできないですよ。家建てるぐらいの値段じゃないですか。でもよほどこれがやっぱ国の援助とかなんとかしてで、奈良林さんのなんていうかちょっとアイデアで、マンションの風呂場っていうのは窓がないんだって大体。ああ、そうか。高級マンションの風呂場は。であそこを、その入り口をですねもっと気密性を高めたりしてやれば、風呂場がそのシェルターの代わりになると言うんですよ。だからそういうこととかね、もっと研究してほしいですよね。それは。うちの近くには大江戸線あるんですけど、だからね、大江戸線にうちはね飛び込もうと思ってるんだけど、深いですからね。だからもうそういうふうな地下鉄、もう東京都内には100ぐらい駅あるんだから、そこにね緊急避難の時に飛び込んだら、少なくとも今編集長がおっしゃっていただいたように2泊3日ぐらいはね生活できるような空間、設備っていうのは、水と食料はね、そのぐらいのことを考えていった方がいいんですよ。今だけど地下はあるけどまだそういうふうにはなってないんだよね。だから地下鉄なんかにそういうところを作るようなことをもうやっとけばいいんですよね。それがでシェルター作ってもシェルターに入った人しか助からないじゃないかという人もいるんだけど、しかしそのじゃあ全員死ぬのとさ、少しでも助かるのとどっちがいいかっていう話でしょ。少しでも日本人が助かった方がいいよね。広島のね、直下原爆でもね、ビルの陰あたりにいた人みんな助かってるんですよね。でそれで原爆の灰をねかぶったからってすぐ死んだかって死んでないんですよ。だからね、すごいこのね熱量、熱だけね、カバーできれば、あとはなんとかね生きながらることできる、これ広島で証明してるじゃありませんか。だからプーチンが戦術核を打ったところでちゃんとした都市にビシッと当てない限り無理だろうというふうな話も今出てきてますので、だからやっぱ地下に入れるかどうかって全然違う。まあそうですよね。全然生きられるし、ちょっと放射能浴びたぐらいじゃ全然大丈夫ですからね。まあそうですよね。そうなんですよ。そういうことを言ってる政治家がね一人もいないっていうのは面白いですね。まあ面白いっていうか情けないね、それは。そうでしょ。すぐ今票につながらないかもしれないけど、じゃあ私はねシェルターをね1分よりできますぐらいの人がいてもおかしくないですよ。でもなんか何やってんだって言うんですよ。だからシェルターじゃなくても、まあコンクリートのただの地下室でも全然違うはずなんですよ。ただその日本だとこの容積率とかで地下掘ったら部屋扱いされちゃうんで、その辺とかは全然。だから本当に監督が最初に言ったようにさ、変えちゃえばいいと思う。小池百合子もそのソーラーパネルじゃなくてさ、そっちをやった方がいいですよね。だから5000万のかっちりしたやつじゃなくて、一時しのぎのやつだけでも全然違うので、さっき言ったその風呂場でもいいんですよ。風呂場を機密性を高めるためのね、なんか工事とかするのに援助を出すとかね、そういうことをやればいいと思いますけどね。直撃されたら無理だなっていうくらいで、ちょっと近くで普通のコンクリートの中にいただけで助かるぐらいのレベルのでもいいから基準緩和とかするんだったらいいかと思いますね。だから直下でね、ビルの壁の陰にいた人が助かってるっていうんだから、熱さえ防げればいいんですよ。そうです、そうなんですね。でも変なねこれら菌じゃないんだから、直接バーッとくるやつを何かカバーしてね。そうですね。でもいやあれだよね、その日本の政治家でさ、そういう今ね議論するべきはそういうことじゃないのと。はい、そうですよ。その今こんな統一教会でね、いつまでもぐだぐだやってる場合じゃないと、いうことを誰かね、その派閥の領袖クラスの人がさ、言わないもんかねこれね。本当そうですよ。そしたらそれはすごく支持されると思いますよ、それ。そんな場合じゃないと今日本は。じゃあその茂木さんでもさ。そのぐらいのことを言えばね、そのなんか自民党議員の全調査やるとか言ってないで、そんなことよりこっちの方が大事だと今本論に全然進まないということを野党にも言ってね、そういうことを議論しようということを呼びかけたらね、よほどねその支持高まりますよ。なんでそういうことやらないかね。ワイドショーのね玉川徹が怖いんですよ。玉川徹にねやらせろっちゅうんですよ。これはなんか交番が決定的になったみたいですけど、まあなんかね玉川徹にそのね政治をねやらしたらどうだ。でも交番はいいんだけど、今度フリージャーナリストになってもっと稼ぐんじゃないかって言われてるから困っちゃうんですけどね。あんなのはね、あれの悪いのはね過剰にねコロナを私はね危機を騒いだと。この野郎が騒いだせいでね通年よりね8000人もね、特に女性が多いんだけど自殺者が増えてね、週刊新潮によればね100兆円も使ったっていうのコロナ対策ね。もうヨーロッパと比べてですよ、人口比で10分の1のね犠牲者死亡者しかいないのに、何をやってんだって言うんですよ。みんなねこいつらがね、ともかくその人の不幸は蜜の味みたいなね、このワイドショー、日本のワイドショー文化がね自分で招いて自業自得の世界にこれでね潰されていくんですよ。そうだね。ずっと PCR ってずっと検査しろ検査しろ検査体制が大事だって言ってきたんですよね。はい。そうなんだよね。今頃になってね、尾身さんはね。あのコロナはただの風邪だって最初から言ってんだよ。彼はね今頃になってたあのやつ最初から言ってんだよ。お前何を言ってんだって言うんですよ。本当なんだよ。私はね満員電車でねちょっと身動き取れないから指を動かしただけでねもだえ泣きした女性の方が悪いみたいな話なんですよ。指を思いっきり使ったのはお前だろっちゅうんですよ。なんか比喩がちょっとね分かりにくいというかなんていうかまああんだけ煽られたらねそうでしょ。朝から晩まで出てきてですよ。あの時のね感染症の専門家っていうのはねどこ行ったんだとみんな出てこいっちゅうんですよ。この世の終わりみたいなね42万人どうのこうのって京都大学のねいたでしょ教授、前北海道大学にいたあれなんか本当にね責任取れっていう話ですよ。いや本当だよね。20万人死にますって言った岡田ね岡田のママね岡田のママなんかねまだ平気でねなんか週刊誌で連載してるけどもう勘弁してくれって言うんですよ。そうですね。本当そうだ。ああいうのに振り回されたんだから。そうですね。初めあの人がねテレビで20万人死にますって言った時私はねって驚きましたよ。一瞬真に受けましたよね。これ平気なんだね。全然口から出任せ。そう。あれは本当に責任取ってほしいよな。あんなね、新宿のね、歌舞伎町のぼったくり部屋のねママでさあんなね無責任なこと言いませんよ。